どうも皆さん、こんにちは。みずるです。今回からね、タルコフ解説ちょっと、ちまちまやっていこうかなと思うんですけど、先駆けて100メートルタスク、自分がちょっと苦戦したので、まあ、初心者なりにですね、やりやすかったとことかコツを含めつつ解説していこうかなと思います。まあ、上級者とかの人はね、自分のやり方がもう確立されてると思うし、ポジションってのがね、知ってると思うので、参考にはならないと思うんですけど、自分と同じでコーンワイプから始めたよとか、いう方とかは、特にやり方をね参考にしてもらえたらなという感じで、できるだけ分かりやすく説明していけたらと思います。でこのアップね7日間ぐらいかかってしまって、本当にチャンスをね作れないと始まらないんですけど、もう 100m ポジションとかが有名になりすぎてて、そこに本当に来ないんですよ。なので自分からまあもぎ取りに行くみたいな感じなんですけど、それをもぎ取りに行きやすくするとか、チャンスをできるだけ増やす、ワンマッチでね、試行回数を増やすんじゃなくて、ワンマッチの中でのチャンスをいっぱい増やす方法みたいな感じで、自分はちょっとできるだけ解説していこうかなと思います。はい、ということで、まずですね、マップこんな感じでドドンと、見ていただくとですね、自分の赤丸から、まあ、矢印に向かって狙っていくよという感じで、見ていくんですが、まずねマップの下からじゃあ見ていきましょう。ちょうどね試しに入ったマッチ、カスタムマッチでここにリストしてるので、ここのちょっと簡単なコツというかあれを紹介しておくと、まずねマップに丸をつけた通り、ここの丸とここの丸左右ですね、それぞれ打ち合えるポジションとなっております。ただこの左側でリスした時に気をつけたいのが、ここにねリスしてくる PMC、なんかカフェみたいなところにねリスしてくるやつですね。これをここの窓からとか、他見えるのかな、まあ、ここの窓がいいかな。ここの窓からチラッと見ると見ることができます。なのでここでね、トラックの横とかに伏せてくるやつはこうやってやれるので、まあ、これでやってもいいですし、ちょっと様子見てから出るのがいいかなと思います。こっちはねどっちかというとフリポジなので、ちょっと遅れてでも死ぬリスクを回避して、いないなと思ってからね、しっかりこの辺とかの遮蔽切って向こうをこうやって見ると言ったのを癖づけると、ここでまずワンポイントチャンスね、狙えます。で大体ちょっと今のクリアリングを挟むと出てきてて、ここに俺だったら伏せるんですけど、ここ 100m ポジ狙いたいのでここに伏せてるか、はたまた先に行きたいからも登ってちょうどこの辺りとかね、電柱で見えなくなっちゃうんですけど、こういうとこ、登ってる人が多い印象でした。はい、なので、まあ、ここで打ち合うと言ったので、まずね、ワンチャン狙います。で、マップのね、戻るんですけど、ここにリスしたときに、まずここで一旦こうワンチャンス終えて、次に移行するよってなったら、マップの、ここの丸ですね、ある、こっちのリスに注意しながら、このバスに入っていくのがね、一ちゃん、個人的にはおすすめでした。ここがめちゃめちゃ強くて、PMC もスカバも絶対気づきませんでした。ここで、上下変えて、ちょうどこの辺りを走ってくる PMC を狙うといった感じです。ちょうどさっきの言ったカフェリスした時は、ここに直行で走ってくる。もしくは、あっちの車の方からさっきの2人を狙うといったような感じでもワンチャンス狙えます。なのでこの辺のリスは結構黄金の当たりポジっちゃ当たりポジ。まあ、割と 100m タスクにおいてはワンチャンス確実に最初来やすいので、当たりな方かなと思います。まあ、一応シアターの向こうが強いっちゃ強いかな。一方的にこっち打てるので、まあ、ただこっちバスの入っちゃうとここ一方的に狙われるので、ここを通ってる敵とかこの辺でねスカブで打ち合ってる敵を狙えますよというのが、まずこっちのポジションになってます。次またその上の方の、シアター横ですね、ダメ派とか、工場側の丸が2つついてると思うんですけど、ここはグラハーが湧くレクサスの方を一直線に通路狙う、ポジションになってます。ここも割と良くて、ちょっと実際に行ってみましょう。一つ目がこの辺りですね。この辺りから向こうとこっちを狙うっていうポジションがまずちょうどこの黄色線とボロ布の横ら辺に伏せると、後ろもねこうやって見えるようになるし、前もしっかりと抜けるようになるので、ここ割と晴れてる日とかね一望できて、しかもバレにくいのでいいかなと。洋服店リスのフリリスからの、公園付きでここに一直線で来るなんてのもありかなと思います。割とカフェリスがね怖いよと言った場合のタイプの人にはここがおすすめかなと思います。でもう一つあって、まあ、リスによって使い分けてもらっていいんですけど、この白番の上とかも夜だったらバレないですよ。ここ割と
自分昼間でももうカウンタースナイプ書くこといたんですけど、ここの強みは、まずここが狙えます。脱出ポジね、ここで、まあ、ワンチャン狙えて、あとこっちの結構視界が広く取れます。ただめちゃめちゃスカブに狙われます。であとめっちゃめんどくさいのが、ここスカブ通るたびに一発ずつ撃たれます。幸いこの辺で止まることはないんですけど、通り際に毎回声を上げつつ一発ポーンと撃たれて、たまに右腕が取れたりとか、よくしてました。でもまあここは割とバレはしないかなといったところでした。もちろんね、後ろもこうやって見えるので伏せたままね。自分がよく、やってたのはダメハリスだった時に、まずこの黄色車の上に乗って、カフェリス、向こうのリスの人がこう横断してくるのをここでまず見るとか、やってました。あとはシアター横の、パソコン2個ある部屋から湧いてくるやつがこの上を通ってきたりするので、まあ、ちょっと PMC キルができたりとか美味しい部分もあるんですけど、まあ、開幕ここ乗るのもありかなと言ったポジです。まあ、ロングでかなりね、まっすぐ走ってくる敵を狙えるので、まあまあおすすめでした。あとは、ここですね、この段ボールの横にこうやって伏せてるのが強かったです。ここもまあ割と人がポパッパッパッと走ってきたりとか、あとはこの辺で止まってくれて1キル自分は取れたかな、って時で、割と 100m 余裕で取れるので、ここもありかなと思います。自分でね、このどこら辺で 100m になるのかなっていうのを見つつやると、黒看板の奥だなとかで目安ができると、割と狙いが定めやすいかなと思います。まあ、伏せて狙えるのが、ね、一番いいので、この辺結構おすすめでした。ちなみにあんまりここのプレイヤーはもう来てくれなくなっちゃったんですけど、意外とこっちを狙ってるこの辺に乗ったプレイヤーとか、この辺とか、あとちょっと移動すると、うまくやると、まあ、この辺の上に乗ってくれてるプレイヤーもちょっと見えたりするので、まあ、地面に伏せちゃってもいいんですけど、こうやってここで見てもいいんですけど、割とね、まあ、どっちでもいいかなという感じで、あっち狙うのか向こう狙うのかで、使い分けるといいかなと思います。さあお次なんですけど、エントランスというカタコンブスとかシャワーリバー周辺のリスした時で、ここに乗りたい人、まあ、割といるかなと思うんですけど、まず最初ね、ガンダでここ伏せてました。ここで、PMC が向こうシアター側からパソコンがまた2個ある部屋、マップでいうとこの辺ですねに向かってくるので、ここ、まあ、縦に走ってきてくれたら狙いやすいよっていう話です。で、割と、範囲広く取りたいよっていうのは、急いでここ登るとかなり広めに取れます。どっちでもいいですね。こっちの方がいいのかもしれないですね。自分後々気づいてあんまりやんなかったんですけど、こっちの方が狙いはかなり広く取ります。さっき言ったようにダメ派から走ってくる敵も長く横で狙えるし、シアター来る敵もワンチャンここでね、ロング狙ったりするので、カウンタースナイプしやすかったりします。で、あと気をつけたいのが、レア脇、貴重品脇するやつがたまにここら辺から走ってくるので、しっかりね、排除してやっちゃうと PMC キルももぎ取れます。まあ、割と向こうの薬局とかにリスしない限りは、そこと同時リスはないので、ここにリスしたときはそこはリスしてないことが多いかなと思います。近すぎるので。で、あともう一つなんですけど、自分この上はもう絶対行く必要がないと思ってて、まず来ないんですよ。まあ、皆さんやってる人分かると思うんですけど、来ないし、なんか一方的に殺されるんですよ。本当にね、腹が立つから、ここは絶対行かない方がいいです。で、行くならこのバス中ね、バス中で中腰とかでこうか、何、高さ変えてやるとかだったらまだワンチャンあるかも。で、この辺のリスとか、あとこっちの、コンコルディア、パンユとか、パンユとリスの時に自分がよく言ってたのが、ここまたクソインキャポジなんですけど、このバス中がマジで強いです。ここは何が強いかというと、マップの西側で湧いたやつがシャワーリバーをめがけて走ってくる時に、割とこの辺から出てきたり、あとはここ一直線に走ってくる、向こうからは見えないんですけど、ここ走ってくるとか速度をね、あって、この足音を全部拾えるんですよ。ここで伏せてると、伏せてるっていうかしゃがんでると、で足音が消えて向こう見えなくなってきたなと、足音が消えて向こう行ったなという時に、ちょっとこの辺から出てこうやってしゃがむことによって、この辺りで余裕で 100m 入ります。こんな感じでね、割とゆとりのある 100m 射角が取れます。
なのでここでね、重みの重い足取りのやつらをこうヘッドでね狙いやすいですよというポジションです。でプラスアルファ、自分はね、あの 100m タスクやってるとき暇すぎて嫌だったので、 BMC キルできるところを重点的にいたりして、ここも一つのおすすめとしては、こっち側もね BMC 走ってきたりするんですよ、あっちのリスの人とかが。なのでここでポンポンポンってやると申し訳ないけどキルできたりします。あとスカブがめっちゃ走ってきます。結構貴重品持ったスカブがめっちゃ走ってきて、ここら辺に死体の山とか、あとあの辺にねちょうど見えやすくなるので、死体の山が気づけるようになります。で最後漁って帰ったりすると、こうただ 100m やるだけじゃなくて旨味のあるレイドになるのでおすすめです。はい、最後なんですけど、まあ、厳密に言うと最後ラスト2つなんですけど、ここアンダーパス側のパインウッドとかのねホテル側で湧いた場合は、自分はここにガンダしてました。このなんて言うんだろう、サービスカウンターの上みたいなとこですね。で最後ね、ここなんですけど、どっちでもいいです。このカートから登れるんですけど、自分上が多かったんですけど、ここも割と強いですし、向こう狙えるから、向こうから来るプレイヤーもいけるし、結構 PMC とかがね、気づかないんですよ。全く気づかない、一人も気づかれなかったです。いや一人気づかれたわ、3人パーティーとかに1回気づかれてボコされたんですけど、基本的に気づかないで素通りしてこのアンダーパス入ってくるプレイヤーとかもいるので、めちゃめちゃいいんですけど、ここか、まあ黒コン上、黒屋根上なんですけど、ここの利点はここまっすぐ通せるのと斜め、に車線が通ることですね。まあ、ちょっと手すり邪魔なんですけど、プレイヤー斜めに走るので、ここはこっちの方がここ狙うんだったらワンチャンあると思います。であとここから両方同じなんですけど、狙えるのがここ、有名ポジのスカイブリッジの場所と、あとはこういった外壁に確かプレイヤーが来るらしいんですけど、自分は一回も見なかったです。ただここに来た時にこの辺にいてくれたらヘッド狙います。この辺で100あります。であとはこっち下からポンポンポンと登ったところ、こっちはまあいろんなところが見えます。ここもまっすぐ見えるし、ただ斜めでね結構見切れちゃうので逃しがちでした。あとここも見れる。あとはここの、RR 脇の何グリーンボックスみたいなが狙えます。で同じくこっち狙えてといった感じですね。で向こうからワンチャン晴れてると、ちょっとキルモブのフレア脱出のやつがちょっと見えます。なのでまあフレア上がったなっつったら、ここら辺ちょっと見てても、まあ、ワンチャンあります。ただめちゃめちゃ狙いにくいので、はい。で有名ポジとしては、さっき狙えるよといったここの外壁湯に来る方法だったりとか、スカイブリッジの方法なんですけど、マジで無理があるマジで厳しいので今回は割愛したいと思います。西側湧きした時、チェックポイント周辺とか湧いた時にどうしようもないから行くって時は、まあありかもしれないんですけど、自分の場合は、チェックポイント周辺湧きだったりとかした場合には、ここにガン出して登ってきてたし、あとは、工事現場湧きとかチェカナヤ付近の湧きだった場合は、走ってってこのトラックの裏側のマップで見るとこんな感じの場所なんですけど、この交差点のど真ん中から最初に言ったバスや、カフェやら何やらを伏せて男待ちするといった待ち方をよくしてました。はい、ということでいかがだったでしょうか。ストタル 100m 徹底解説編ということで、一番苦戦したマップだったので、他のところね、なんか気づいたら終わってたくらいの気持ちだったんですけど、ここだけマジバケモンで、まあ、あとリザーブとかかな。まあ、本当にそのあれだけね、ちょっと入れたやつ出てこい一発殴らせろぐらいの気持ちでイライラしながらやってました。ここもけどもうようやく終わったので、そのね集大成というか、やってみてどうだったのかというところを解説しました。はい、もう結論はですね、シアター周辺で頑張ろうってことですね。まあ次回ワイプもしやるとしたら、おそらく私はシアター周辺にしかとどめまりません。他のところはまあ来ないですね。リスのしょうがなさで行ったりはするんですけど、あと PMC が上手かったりするので、物資とかねめちゃめちゃ持ってきてくれたりするので、それが楽しくてびっくり買わしてくれ、合法陰キャしてましたけど、本当に進めないんだったらもう何が何でもシアターのリスをものにするっていうのが非常に大事だったのかなと思います。はい、ということでね、少しでも参考になったらぜひ高評価よろしくお願いします。あと
ここもいいぜっていうポジションもしねあったら、コメントぜひお願いします。次ワイプ参考にさせていただきます。死んでもいい。それではね、最後までご視聴ありがとうございます。次とかはね、他のマップはちょっとまとめて紹介できたらと思います。ここだけめっちゃポジション多かったので、はい、ということでまた次回の動画でお会いしましょう。やばいかなあれ。